松井監督、コメント。この度、球団と松井稼頭央監督との双方協議により、松井監督は休養し、監督代行として渡辺久信 GM が兼務することとなりました。5.281 の中日ドラゴンズ戦から渡辺 GM が監督代行として指揮を取ります。松井稼頭央監督コメント、厳しい戦いが続いている中、変わらず声援を送り続けてくださるライオンズファンの皆様の期待に応えられず、大変申し訳なく思っております。なんとか巻き返しを図ろうと、コーチや選手たちと共に戦ってまいりましたが、指揮をシーズン途中で渡辺グムに託すこととなりました。昨年からこのチームを率いて、選手たちの成長には手応えを感じていましたが、それを結果につなげることができなかったのは、指揮官である私の責任です。マジか、カズオ。いざ来ると悲しいな。しっかり休んで心も体も整えて必ず帰ってきて。カズオのせいじゃない。この戦力じゃ正直誰がやったって今シーズンは厳しいに決まってる。これでチームへ向くとは思えんわ。普通に選手がダメなだけやん。年々主力選手がどんどん流出していく割に、補強がほとんどなく、その数年間のツケが一番来たシーズンだった。順当に負けてるとしか思えんかったが休養か。メンタルやばかったんかな。藤井聡太だって保衛だけじゃ勝てない、そういうことよ。またいつか戻ってきて。